します。愛する神様、新しい朝を感謝します。今日も私たち一人一人に命を与えてくれたことを感謝します。私たちもあなたの恵みによって生かされて、この場所に集まることができて、そして御言葉を開き、共に御言葉から聞くことができることを感謝します。どうかあなたが今日の御言葉を通して、ここにいる私たち一人一人に語ってください。あなたの言葉を素直に受け取ることができますように助けてください。イエス様の御名を通してお願いいたします。アーメン。本日の聖書箇所は伝道者の書3章1節から13節です。伝道者の書3章1節から13節。Ecclesiastes 3, verses 1 to 11. 1 to 13. 伝道者の書3章1節から13節。私が奇数節を読みますから、皆さん偶数節を読んでください。伝道者の書3章1節から13節。1節。すべてのことには定まった時期があり、天の下のすべて の, 営みに時がある。生まれるのに時があり、死ぬのに時がある。植えるのに時があり、植えたものを抜くのに時がある。殺すのに時があり、癒すのに時がある。崩すのに時があり、立てるのに時がある。泣くのに時があり、笑うのに時がある。嘆くのに時があり、踊るのに時がある。石を投げ捨てるのに時があり、石を集めるのに時がある。抱擁するのに時があり、抱擁をやめるのに時がある。求めるのに時があり、諦めるのに時がある。倒すのに時があり、投げ捨てるのに時がある。裂くのに時があり、縫うのに時がある。黙っているのに時があり、話すのに時がある。愛するのに時があり、憎むのに時がある。戦いの時があり、平和の時がある。働く者は労苦して何の益を得るだろうか。私は神が人の子らに従事するようにと与えられた仕事を見た。神のなさることはすべて時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠を与えられた。しかし人は神が行う御業の始まりから終わりまでを見極めることができない。私は死んだ。人は生きている間に喜び楽しむほか何も良いことがないの。また人が皆食べたり飲んだりして、すべての労苦の中に幸せを見出すことも神の賜物であることを。そこまでです。本日のタイトルは天の下に生きることです。天の下に生きること。今年は2023年の最後の水曜日の祈り会です。1年間を振り返って、皆さんはどんな1年間を過ごしたでしょうか。私にとってはこの1年間はとっても変化がある1年間でした。まず3月に日本の大学を卒業して、4月に結婚したこと、5月にカナダに引っ越してきて、6月に BGC での仕事が始まったこと。振り返ってみると、たくさんの変化が起きた1年間でした。もちろん忙しい1年間でもありましたけど、人生の中ですごく大事な一歩を進んだ1年間だと思います。これを聞いて外から見る人は、もしかしたら最高の1年間を過ごしたんじゃないかと言われるかもしれません。私もすごく恵まれた1年間を過ごすことができたと思いますが、考えてみると毎年と変わらないことがあります。それは今年1年間いいこともたくさんあれば、悪いこともあったということです。楽しいこともあれば悲しいこともあったこと、笑うこともあれば泣くこともあったこと、そして始まりもあれば終わりもあったこと、こういうことはどんな人でも同じくあると思います。どんなに最高な1年間を過ごしたと思ったとしても、その1年間の中で
いいこともあれば悪いことも必ずあったはずです。最高だと思える日もあれば最悪だと感じる日、私たちの人生だけではなくて教会も同じだと思います。教会にも新しい命が与えられて喜びがありました。しかしそれと同時に死もあり、涙を流す時もありました。教会の中で始まった活動もあれば終わってしまった活動もあります。新しく通い始めた人もたくさんいれば、教会に来なくなった人もいます。このことは全部今年に限ったものではなくて、毎年毎年自然と起きることです。まあ、つまり、今日の箇所は世の中の現実を教えてくれているんです。世の中の現実を教えてくれています。どんなにお金が持ってたとしても、どんなに力があったとしても、どんなに有名になったとしても、この全ての時から逃げることはできないことを今日の箇所は教えてくれています。そのことを、今日の御言葉を読んで私たちは学ぶことができるんじゃないかなと思います。伝道者の書を書いたソロモンの人生を考えてみると、ソロモンは人が望む全てのものを手に入れた人間です。しかしそのソロモンもいいこともあれば悪いこともあると今日の箇所で言っているんです。ということは、クリスチャンでもクリスチャンじゃなくても、神様を知っていても知らなくても、この世の中でのこの現実から逃げることはできないことが分かることができます。その中で私たちは何を大事にしなければならないでしょうか。何に希望を持つことができるでしょうか。今日のこの3章全体的にこう読んでいくと、2つの生き方についてソロモンが教えていることが分かります。2つの生き方について、1つ目の生き方は天の下に生きる人生、天の下に生きる人生。そして2つ目の生き方は火の下に生きる人生、火の下に生きる人生。天の下に生きる人生と火の下に生きる人生、まあ、火の下っていうのは太陽の下ということです。英語だと Under the Sun と書いてあると思うんですけど、太陽の下に生きる人生、天の下は Under the Heaven と書いてある。一節にこう書いてあります。すべてのことには定まった時期があり、天の下にすべての営みに時がある。3章の前半は天の下に生きる人生について話しています。前半は1節から15節までです。先ほど読んだのは1節から13節なんですけど、1節から15節までが天の下についての人生を教えてくれています。そして16節から22節最後までだったら後半なんですけど、16節からはこの火の下に生きる人生について話しています。16節を読みたいと思います。16節、私はさらに火の下で裁きの場に不正があり、正義の場に不正があることを見た。私は火の下でこれを見たとソロモンは言っています。太陽の下、この天の下に生きる人生、そして火の下に生きる人生、これはどういうことを言っているのでしょうか。どういうことを教えているのでしょうか。天の下に生きる人生は神様が全てを支配されることを信じている人の人生です。神様が天にいて、私たちはその下にある。この世の中にあるものは全部神様の支配の中にあることを信じている人のことです。それでは火の下の人生はどういう人生でしょうか。まあ、英語だと先ほど言ったように Under the Sun、 太陽の下。太陽の下は地球があります。つまり神様がいないと信じている人の人生のことです。火の下、この太陽の下、つまり神様抜きのこの世の中の人生のことが火の下の人生です。そしてソロモンはそのような人生は本当に
虚しいものだと言っています。19節と20節を読みたいと思います。19節と20節、なぜなら人の子の結末と獣の結末は同じ結末だからだ。これも死ねばあれも死に、両方とも同じ息を持つ。それでは人は獣に勝っているのか。勝ってはいない。すべては虚しいからだ。すべては同じところに行く。すべてのものは土に、塵が塵から出て、すべてのものは土の塵に帰る。まあ、英語の聖書だと、All humans are the same as animals. They all go to the same place. All come from dust, and all into dust they return. 動物と人間は同じ。すべて地から出てきて地に帰る。そういうことを言っているんです。これは火の下の人生についてソロモンが言っています。つまり神様がいないと信じている人の人生は、まるで動物と変わりはないと言っています。動物と同じく、この世の中に生まれてきて、動物と同じく死んでいく。何も特別なこともないし、この人生が全てである。それが火の下の人生、太陽の下の人生の人。なぜソロモンはこの2つの生き方についてこのように語ることができるんでしょうか。それはソロモンご自身がこの2つの生き方を体験したからです。ソロモンは天の下に生きる人生、そして火の下に生きる人生、両方とも生きた人間です。神様の支配を信じている生き方と、自分の力に頼って自分の手で喜びを探す人生、この2つの生き方をソロモンが体験して伝道者の書に結論を出しました。それが火の下の人生は虚しいものです。神様以外の人生は虚しいもの。この伝道者の書の中で一番繰り返されているトップ2の言葉があります。その中のトップ1の言葉が空、まあ、英語だったらミーニングレスという言葉で、2つ目に多いのが火の下という言葉です。 Under the sun、まあ、英語だったらミーニングレスと Under the sun、 この2つの言葉が一番繰り返されている言葉です。伝道者の書の中でこの空という単語が全部で39回あって、火の下という言葉は29回も入ってます。太陽の下の人生、火の下の人生、神様抜きの人生は空だとソロモンは繰り返し繰り返し何回もこの伝道者の書で言っているんです。それがまあ伝道者の書の全体のテーマだと思います。しかしこの3章では大事な大事なポイントがあります。それはこの一番最初に読んだこの前半の方にあります。天の下に生きる人生について空だとは一度も言いません。天の下に生きる人生には意味があるとソロモンは言います。12節と13節をもう一度読みたいと思います。12節と13節、私は知った、人は生きている間に喜び楽しむ他に何もいいことがないことを、また人が皆食べたり飲んだりして全ての労苦の中に幸せを見出すことも神の賜物であることを。私たちも考えていきたいと思います。私たちはどのような生き方をしているでしょうか。天の下に生きる人生、もしくは火の下に生きる人生、神様が全ての支配者であることを心から信じてそこに価値を置いて生きているでしょうか。それともこの世の中でどんなことがこの世の中でどんなことが起きたとしても、どんな試練があったとしても、どんな痛みがあったとしても、神様の支配に信頼しているでしょうか。それとも神様のことを考える前にこの世の中のものに価値を置いているでしょうか。仕事や学校、
普段の生活やそれぞれの趣味、どれも大事なことですが、私たちはこの世の中での生活する世の中で生活する中で、神様の支配をいつも信頼して生きているでしょうか。それを少し考えていきたいと思います。私がまあ TC にいた時、日本の進学校にいた時、同じ年に入学してきたアフリカのジンバブエの女性がいました。その人と学校で話す時に、ある時私は彼女の証を聞くことができました。なんでアフリカから日本の TCU、 日本の進学校に入学してきたのと聞きましたら、彼女はいろいろ自分の証を話してくれました。彼女は小さい頃からずっとバレーボールの選手になることが夢であったそうです。牧師家庭で生まれ育ち、教会でもたくさん奉仕しながら育ったけれども、彼女にとって一番大事だったのは神様じゃなくてバレーボールでした。毎日毎日バレーボールのことを考えて、将来プロ選手になるためのたくさんの練習をしていたそうです。そして彼女が大学卒業してジンバブエの代表のチームに入ってくれないかと声がかかりました。気持ち的にはものすごく嬉しくて、これは長い間祈ってきた祈りの答えだと彼女は感じました。しかし返事する前に祈ることにして、神様の御心を願うことにしました。もちろん気持ち的にはその代表チームに参加したい。しかし不思議なことに、参加するのに平安がなかったそうです。なぜなら日曜日の礼拝と奉仕にコミットができなくなるからです。いろいろ迷っている中で、彼女はバレーボールを選ぶことに選択しました。もしかしたらバレーボールをしながら神様のために働いて、神様の栄光を表すことができるかもしれない、そう思ったそうです。しかしちょうどその時に練習していると、ある日大きな怪我をしてしまいました。足の怪我ですね。足の怪我をしてしまって、お医者さんに行くと、もしかしたらもう二度とバレーボールはできないかもしれないと言われてしまいました。それを聞いた彼女はショックで泣き崩れました。小さい頃の夢が叶うまでにあと一歩なのに、なんでこのタイミングで怪我なんかしてしまったんだろうかと思ったそうです。自分の生きる目的がバレーボールだったのに、バレーボールがなくなってしまったら生きる意味がないと感じてしまいました。その中で彼女は神様から声を聞いて、彼女にバレーボールではなくて神様のために人生を使えてほしいと言われたように感じたと言ってました。そして彼女が振り返ってみると、教会での奉仕、特に子供たちと関わる奉仕が一番喜びを感じる。しかし今まではその気持ちよりバレーボールの気持ちの方が上だったので、子供たちと関わる奉仕に喜びがあったことに今まで気づいていませんでした。その数ヶ月後ぐらいに TCU に行く道が開かれて、経済的には大変だったかもしれないけど、フルスカラシップとして4年間 TCU で学ぶことができる道が与えられました。そこで彼女はバレーボールの夢を捨てて TCU に行く決心をして、そして今は日本の子供たちにイエス様の愛を伝えながら学童で仕事しています。足の怪我をした時は本当に最悪な気持ちだったし、もう生きる目的がないと思ったと話してくれました。しかしそのタイミングで怪我したことが神様にとって時にかなった美しいタイミングだったと今は信じることができると証してくれました。私たちの人生の中で目の前で起きる問題に目を留めてしまうことが多くあります。なぜならそれしか私たちは見えないからです。しかし天の下に生きる人生は神様の支配を信じている人生です。目の前に問題があるかもしれないけれども、そこには神様の計画があって、見えなくてもそれを信じる信仰、それが天の下に生きる人生の信仰です。そして神様が全ての時に、全てが時にかなって美しいと
約束してくれているお方なので、今は理解できないかもしれないけれども、神様を信頼することです。それこそが天の下に生きる人生です。皆さんにとって2023年振り返ってみると、どんな1年だったか私には分かりませんし、これから迎える2024年もどんな1年になるか分かりません。嬉しいこともたくさんあると思うし、もしかしたら悲しいこともあるかもしれません。なんでこんな問題が起きるんだろうか、なんでこんな大変なことが起きるんだろうか、そう思うかもしれません。もしかしたら愛する人が亡くなることもあるかもしれません。しかし、いつも天の下に生きる人生を歩みたいと思います。天の下の人生もいいこともあれば悪いこともあります。クリスチャンだからといって人生が完璧にいくことはありません。クリスチャンでもクリスチャンじゃなくても、変わらずにこの人生での喜びも辛さも体験します。しかし大きな違いは、全てを支配している神様に私たちは希望を持つことができるということです。11節にこう書いてあります。11節、神のなさることは全て時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠を与えられた。しかし人は神が行う御業の始まりから終わりまでを見分けることができない。できない。私たち人間は目の前にあることにしか見えないからこそ、そこに問題があれば迷ってしまうし困ってしまいます。しかし神様は時の外から永遠から全てを見ておられるお方なので、始めから終わりまで全てが分かるお方です。そしてその神様を信頼するのであれば、神様は必ず時にかなって美しいことをなさるお方です。その神様を今日も、そして来年1年間も、そしてこれからの人生も委ねていきたいと思います。どんなことが起きたとしても変わらない神様を見上げて賛美しながら歩んでいきたいと思います。お祈りいたします。愛する神様、今日も御言葉を通して私たち一人一人に語ってくれていることを感謝します。あなたの言葉は生きていて、今もなお私たちに語ってくれて、この人生の中を導いてくださっていることを感謝します。2000年以上前に、御子イエス・キリストをこの地上に送り、そして私たちに永遠の命を与えてくれたあなたに、私たちは希望を持つことができること、この人生でどんな問題が起きたとしても、どんな、意味が分からないことが起きたとしても、変わらないあなたの愛があること、そしてそこに希望を持つことができることを感謝します。しかし時によって私たちは弱い人間ですから、目の前にある問題に目を留めてしまって、本当に辛い思いをしてしまうこともあるかもしれません。しかしどうかいつもあなたに信頼することができますように。あなたが全ては時にかなって美しいと約束してくれたお方なので、あなたに希望を持つことができますように助けてください。今年1年間を振り返って、私たちの人生の中でも、そしてこの教会の中でも、様々なことが起きました。いいこともあれば悪いこともあったと思います。しかしその中でいつもあなたが全てを導いてくださっていることを覚えて感謝します。来年1年間もどんな1年間が、私たちには分かりませんが、あなたにはもう分かっています。ですからどうか私たちが全てをあなたの御手に委ねて、そして信頼することができますように、あなたの声を聞いてそれに従うことができますように助けてください。この時を感謝してイエス・キリストの名を通して祈ります。アーメン。お祈りの時に、まず全体の祈りの課題を分かち合っていきたいと思います。先週は クリスマスイブの礼拝、日曜日ですね、クリスマスイブの午前の礼拝、そして夜のキャンドルサービス、3つの礼拝が無事に行われて、
方が集まりました。主に感謝いたしましょう。たくさんの教師の方も引き続き加えてますので主に信じ救われ方が起こされるように、聖霊なる神様の働きを受けてお祈りしたいと思います。明日から、ウィンタークルートがキャンプルーサーで行われます。去年は本当にこの時期雪がすごくてですね、ちょうどウィンタークルートの1週間前にもう大雪が降って、ウィンタークルートに行った時もかなりまだ雪が積もって大変だったんですけど、でもなんとか主に守られていけたんですけど、今年はもう雪の心配はなくて暖かい時ですけども、明日バンフから N 先生がメッセンジャーとして来られるので、スムーズに来られて、また奉仕が祝福されるように、覚えてお祈りいたしましょう。はい、全体の祈りの課題、そんな感じですね。